こんにちは、マスターピストの中瀬です。今日は減速のトリックの代表格であるスキッドの種類を3つ紹介します。まずはロングスキッド。これは長く滑らせて減速するスキッドです。次にショートスキッド。これはゆっくり走っている時に減速するのに使います。または足合わせにも利用できます。ミッドスキッドは、速く走っている時の減速に使える、頻繁に使うキットです。それぞれのキットの特徴をゆっくりスローモーションで見てみよう。ロングスキッドは、十分な加速をして、ペダルがダウンチューブ、平行の時に、リアタイヤのグリップ力を減らすために、体重を前に移動させます。ショートスキッドは、別名、スキッドや小スキとも呼ばれ、ペダルが地面と平行の時にスキップします。ミッドスキッドは、ペダルと地面と平行の時に、リアタイヤにグリップを残したまま、前足のストラップを強く引き上げます。ロング、ショート、ミッドの順で難易度が上がるので、まずは初心者は、ロングスキッドから練習してみよう。